ほら、まずくね。はい、お茶。うん、乱暴狼藉じゃないか。え？ああ、悪気はないから。ああ、なんでもない、いつものこと。あのね、君、あのね、君、何、あのね、君ね、初めて会うのに失礼じゃないか。挨拶もろくにしないでソファーにいきなりどっしりとしたじゃないですか。チュリースじゃないだろ君、そんなのはね、挨拶とは言わないの。お父さん、やめて。無謀千万、悪意を立てさん。そう、何するんすか。さっきから音楽ばっか聴いて、そんなに好きか。音楽聴くならどこだっていいだろ。帰れ、プレモ。音楽じゃないっすよ。じゃあ一体何なんだ。ラジオっす。同じようなもんだろ。誰だ、もう。誰だよ。あ、どうも、はじめまして。マサルがお世話になってます。誰だよそれ。え、お父さん。え、マサルの兄です。あいつの。そう、マサルのお兄さんのひろゆきさん。どうも、こんにちは。マサル、迷惑かけてませんか。迷惑どころの詐欺じゃないやったく。早く持って帰ってくれ。あのね、こうだぞ。おい、見てろ。チュリース。チュリース。だぞ。ほら。マサハル。なんだよ。なんでお前がいるんだよ。私が呼んだの。余計なことすんなよ。だってこういう機会じゃないと会わないでしょ。どういう機会だよ。もうお前のそういうとこ嫌いなんだよ。言っとくけどな、別に深い意味があってここに来たわけじゃねえからな。じゃあなんで来たの。それはただただ何も考えてねえよ。へえ、ちょっと私に興味が出てきたんじゃないの。バカじゃん。ママ、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 じゃあ一緒にどうですか。仲良く4人でビールでもさ。珍しいじゃん、ひろくん。せっかくの日曜日なの。え、さあさあ、どうぞ。お父さん、こちらどうぞって、あんたね、ここ俺の家なんだから。まあ、細かいこと気にしないで。はいはい、お待たせ。いや、しかし、いい天気ですよね。うぜぇ。よいしょ。はい、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 乾杯。はい、乾杯。お部屋、綺麗ですよね。いつもこんな感じですか。え、もう私がいるからね。お父さん一人にしたら1ヶ月でゴミ屋敷で。わかります。え、あ、変な意味じゃなくて。ご存知かどうかわかりませんが、私も家庭が複雑で、母親一人に育てられまして、鍵っ子っていうやつです。母が仕事に出かけると家で一人することなくて、掃除してました。それが私にできる唯一の親孝行だったので。あ、ごめんなさい。お涙作戦は通用しませんからね。もうなんでそういうこと言うの。で、ひろゆきさんは正春の腹違いのお兄さん。正春は両親の離婚が原因で中学卒業と同時に家出して、今はこんなんだけど、前は結構なイタリアンの店にいたんだよ。私はそこのカルボナーラが大好きで、毎週のように通ったの。通っているうちに正春が作ってることを知って、いつからかお店で話すようになって、まあ私の一目惚れ。いきなりホテルに誘っちゃった。あー、聞きたくない、そんな話。正春がその店辞めた後、としみちゃんと一緒に行ったんですよ。そしたら、まあ味は落ちちゃったんですよね。そう、もう食べられたもんじゃなかったよ。随分と持ち上げますね。お父さん、本当の話ですよ。マサハル辞めたら、その店1年で潰れちゃいましたから。あああ
何なんですかこいつ。あ、それでね、初めて行ったデートはディズニーランドで、まずミッキーの部屋行って、スペースマウンテン乗って、スプラッシュマウンテン乗って、キッチンで写真撮って。聞きたくないその話。趣味は何だ。話したくないそんな話。何なんだこいつは。え、それでその店辞めて何やってんだ。え、まあその、ひも。何、俺はな、俺はこんなやつに二条をやるために育ててきたのわけじゃないぞ。こういうやつこそ高画面って言葉がぴったりだ。お父さん、水性無魚です。水清ければ魚すますです。何、そう、お父さんはいつも垂直思考なんだよ。何を見守ってあげるのも愛情の一つなんじゃないでしょうか。すいません、ちょっとうっさいんですけど。冗談じゃない。一体何なんだお前は。お前なんかにな、俺の娘は絶対渡さんぞ。嘘よ別に。まだ話は終わってない。なんだお前は、そんなに音楽が好きか。だから音楽じゃないって。分かってる、ラジオだろ。そんなのどっちでもいいんだよ。競馬っすよ。え、競馬ということですが、まあ、とにかくアルナスライドレース場に注目が集まります。天皇賞か。2500m ですから。忘れてた。なんで言わないんだよ。知らないわよ。真理か。競馬やめてって言ったじゃん。いやお前な、天皇賞は別なんだよ。一緒。違うぞとしみ、いいか、天皇賞っていうのはだな、宮内庁から盾が送られるんだ。これがどういう意味かわかるか。2005年にはだな、あの金城天皇もご臨席されたんだ。わかるか。だからギャンブルがやりたいだけなんでしょ。ギャンブルだなんて汚い言葉を使うんじゃない。そうだぞとしみ、天皇賞は歴史なんだ。日本の大切な文化なんだよ。そう、こいつ養蚕だね。競馬に関しては国家分霊ですから。やんねあ、始まります。そうそうそう、まあ、これ肩を切る切る。ほんとほんと悪いな。うん、よかった。俺忘れてた。あ、ついてるついてる。負けっぱなしだよ、もう。やっぱりっすよ。まあ、楽しねえな。楽しくて。離れて。忘れちゃう。もう大事な。もめるってて忘れちゃった。そうだね。そっから出しますからね。